ドラフト。こんにちは、こんばんは。西岡です。こんにちは、たくみです。今日は空に温泉っていうのを知りました。見てみて、はい、やばいね、京都感がある。あんなあんの、なんか最近できた、最近って1年以上経ってるけど、温泉施設ですね。温泉施設、スパワールドに開業した。ちょっと高いから、あ、そう、高いね。料金2500円ぐらいだと思います。本当は 前売りとかでチケット買っとけば、ちょっとだけ割引あったんですが、はい、買わずに来たので、そのまま入ります。おー、千と千尋感が。あ、なんか観光客向けって感じやね。そうそうそう、外国人向け、和風。では、温泉温浴施設部門西日本銀賞第14回ニフティオン温泉年間ランキング2019第7位、この夏行きたいスーパー銭湯ランキング1位2019。ドラフト、何がいいと思う？緑市鬼滅か。強くなれる鬼滅そんなにバカ高くないですか？量が少ないですよ。高くはない。縁日があるんですね。お面もらえるんで、子供向けかも。縁日で使える小判は400、1回400円。3回。400円だそうです。このシステムやからつい課金してしまう。課金。まあまあ、子供さん向けですね。こういうとこ裸足で歩くのも斬新。対戦ここに止まってください。ここに足があったからやけど、なんか何か今日あとは上がるだけ。何言ってんの？今日あと上がるだけ。おみくじ買ってみる。ああおみくじ今日です。明日かと、その昨日、今日、明日のことだね。どうぞ。これがセンサー。あら、反応しない。もう一回、ちょっと離れる。あかんな。どう目にしたらわかります。後でやろう。後でやろう。5階がお湯。行きましょうか。エレベーターのご利用は4名様まで。こういう人向けると、庭園がある、足湯とかがある。町方州専用。うわー、なんかいい風が。あ、丸見えやん。やっぱ裸にはならんけど。あ、なにこれ、あ、ちょっと待って、え、なにこれ。うわー、庭なんか安っぽい庭。商品がカラフルすぎてやばい。いえ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 、綺麗ですね。これ、あのあれも全部足湯？あれは池。池。ほんまによく注意が決めておかないと裸で公衆の場に出てきてしまった。あ、さっきちょっとヤバい人おったよね。こうついてきて、血ついてきたらヤバい。茶屋に入るのか。茶屋って天下茶屋か。天下茶屋ってちょっと分かるんかな。外国人分からないの。これがこう、なんていうの、貸し切りよね。ほんまにお金置いてるやん。弁天様は、あ、弁天町だけに。とりあえずお参りするだけ。これ何、水洗いって何、ライブできんのこれ。はい、弁天。めっちゃ背中が焼けるぐらい熱い。あんまり温泉感ない。行きます？もう絶対すっ飛んでるよ。あ、気持ちいい。どうですか？温度とか一緒？一緒ですね。一緒？
やばい。裾濡れないでしょ。裾は濡れます。濡れた？僕ガチガチ濡れたんやけど。難易度高すぎる。むずいな。まくりすぎたら、そう、肌切るし。まくりすぎたら肌切るし。はい、ということで、はい、ここは空中庭園みたいなとこでした。足湯はね、はい、足湯気持ちよかったね。ということで今からお風呂に入ってきます。レッツラゴー。ドラフト。はい、風呂から出ました。どうですか？よかったですね。竹流しとかあったし。そうそう、めっちゃ暑かった、ね。そうや、風呂の数、種類は多いか。なんか多かったけど、そんなに広くはない。多いっちゃ多いですね。多いね。普通のあれよりは数パーセントより。まあ、スタマードとは全然違う価値。価値、奇跡さっきの。あ、来た。はい、運勢。超やべ。二人して、パッと先結果ですけど。はい。あ、音声鏡。おお、すごい。映える。あ、エポイント。3500円か700円なんだ。今あれちゃうの？何だろう？外国人来ないから、外国人来たら忍者模様なんか別に需要ないんで、絶対いらんな。外国人しか買わないことですな。ドラフト出てきました。はい、さっぱり。一日中寄っても2600円、制限なしですよね。そう、まあ、休憩スペースめっちゃ広大だし、漫画も読み放題なんで、漫画喫茶行くんやったら空に合わせる方が安いかもしれないですね。比較するとね。漫画、まあ漫画も読めるし、温泉入れるし、テレビも見れるし、寝れるし、5、6時間後とは戻ってないか。お風呂としてもまあ清潔感はあった。確かに、まあ新しいから、長くいればいるほどお得感はあるかも。外国人今コロナだからいないっていうのも多いし、あの年齢層的には結構若かったよね。確かに、まあ、10代20代と若い夫婦がほとんど。そうですね、まあ、今コロナだからっていうこともあるかもしれない。それこそあの年配の方は来にくいかもしれない。だから今が逆に狙い目です。てか若い人よくこんな高く値段で来れたなって思われるよ。逆にそんな人生感覚があれなんじゃない。たまには奮発してって感じよね。最初結構不評やったのって人が多すぎたから。そうそうそう。いや、で、そうなの、高いからじゃない。高いからって僕は聞いた。やっぱ外国人向け、まあ、でも、物品、お土産物見てもやっぱ高い。そうやった。てか安くしてんの。忍者の模様のスマホケースが3500円。あれやばい。今がおすすめ。いつ編集してるか分かる。1周。あ、そうだ。それなら今、鶴見温泉でした。バイナラー。